公園のシーソーシーソーで遊ぶ子供たちシーソーとは長い板の中心を支点にして遊具の両端にそれぞれ人が乗り上下運動を繰り返して遊ぶ遊具。主に公園に設置されており子供の遊びとして親しまれている。ヨーロッパでは17世紀頃土を積んだ上に木を置いて行われた。18世紀には4人乗りの十字型のものができたとされる。日本では少なくとも 昭和初期には、児童遊園における、体育施設の設置すべき遊具として挙げられている。通称として、ギッタンバッコンあるいは、ギッコンバッタン、バッタンコなどと呼ばれる。シーソーでは、握り棒などへの衝突といった事故も報告されており、重い症状の割合が、他の公園遊具に比べ高いことも報告されている。よって、設置、管理においては、衝撃緩和などについて、 安全対策が必要とされる。なお、スポーツの試合で両側が点を取り合う、抜きつ抜かれつの試合を、シーソーゲームという。ぶら下がりシーソー視点にバネを用いた、シーソー視点シーソー、ぶら下がり、シーソー、バネシーソーなどの種類がある。一枚の板の両端にそれぞれ人が座り、それぞれの人が交互に地面を蹴って、上下運動を繰り返して遊ぶもの。通常、 シーソーには板の両端から支点寄りに数十センチメートルの位置にハンドルがついており、このハンドルをつかむことによって安全に遊ぶことができる。ハンドルが複数ついているものでは、片側に複数人乗ることができるほか、体重の異なる、子供同士が異なる位置のハンドルにつかまることで、結この権利で同じ体重であるかのように遊ぶこともできる。 また、板の両端直下の地面に、板が設置するときの衝撃を緩和するために、小タイヤなどをクッションとして埋設する場合もある。握る部分が高い位置にあり、その両端にそれぞれ人がぶら下がって、上下運動を繰り返して遊ぶもの。回転するものは特に回転シーソーという、バネの力で上下運動を行うもの。ありがとうございます。